コメット巡航戦車は第二次世界大戦後期に登場したイギリスの巡航戦車である北アフリカ戦線でドイツのーガー移住戦車に遭遇しまた砲合戦車の火力も強化されて苦戦したイギリス軍は従来の巡航戦車やアメリカからレントリースされていた M4 シャーマン戦車の力不足を痛感していた巡航戦車の火力増強型としては クロムウェル巡航戦車に17ポンド砲を搭載した巡航戦車チャレンジャーが開発されていたが開発が大幅に遅れた上車体サイズと重量のバランスが悪くシャーマンに同じ砲を搭載したファイアフライに比べて少数の使用に止まった一方17ポンド砲を開発したビッカース・アームストロング車はこれを短縮し50口径にして 3インチ高射砲用の短い薬莢と17ポンド砲用の弾頭を合わせた砲弾を用いる HV75mm 砲を1943年に試作していた。これは 75mm 砲と命名されながらも、実際の口径は 76.2mm で、同口径でも使用砲弾の異なる他の方があるため、補給上の混乱を防ぐためであったが、 最終的には 77mmHV と呼ばれることとなった。この砲は同時代の同一主力戦車であるパンターの手法である7 5合計 75mm 砲にも匹敵する威力を持っていた。この砲の開発の成功により A27 セント及びクロムウェル巡航戦車を生産中のレーランド車がクロムウェルをベースとし 77mm h v 砲を搭載した発展系を開発することとなった。こうしてイギリス軍はようやく火力、装甲機動力のバランスが取れた国産戦車を手に入れることができたのである。本社の生産はクロムウェルの生産に関わったメーカーによって戦後も続けられ最終的に1186両が完成した。コメットの構造は基本的にはクロムウェルマーク。 方の F 型車体の拡大発展型で、鋳造製の主砲棒立てを除き圧延棒弾行の溶接によって構成されている。足回りは、クロムウェルと同じクリスティー式サスペンションではあるが、重量像に合わせて強化され、上部指示用の小型転輪も追加されている。主砲の威力は17ポンド砲よりは劣るものの、1000メートル先の圧延棒弾行に対し、アップ首し弾で110ミリメートル。 アップズで 165mm を打ち抜くという高い性能を示し、17ポンド砲よりも弾道が低のし、命中率も向上したという、77mm 砲は電動旋回式の砲塔に搭載され、7.92mm ベサへ、機関銃が同軸装備された。エンジンは600馬力のロールスロイスミーティアマーク312気筒ガソリンエンジンを搭載している。 1944年9月から量産型が軍に引き渡され、翌年初めに第11機構士団の第29機構旅団で部隊が編成された。しかし訓練中にバルジュの戦いが勃発し、旅団は以前の装備であるシャーマンで再編成されて前線に送られ、戦闘任務を解かれた翌年に1月に再び転換訓練のためコメットで編成された。 最初の実戦投入は、終戦も間近い1945年3月、ラインとか作戦以降であったため、ドイツ戦車と遭遇する機会は、ほとんどなく、その本領を発揮することはなかったが、運用部隊での評価は高かった。第二次世界大戦後、生産されたコメットの大半は、砲塔側面に円幕弾発射器を追加したマーク IB に改造された。 また朝鮮戦争にも投入されたが、さらなる重装甲とより、耐火力の20ポンド戦車砲を装備した、センチュリオンマーク3ほどの高評価を得ることはなかった。コメットは、鉄道輸送のために、イギリス製戦車に課せられた、車服制限に適合するように設計されていたため、センチュリオンに搭載されている20ポンド戦車砲や、L705mm 戦車砲のような、 新型手法への換装が不可能であったためである。第一戦装備から外されたコメットは予備役部隊である国防義勇軍の装備となり、主に訓練に用いられた。1958年にはイギリス陸軍から退役し、アイルランドやフィンランド、南アフリカ共和国、ミャンマーに売却された。ミャンマーでは2007年まで現役であった。ウォーサンダー、イギリス陸軍のとして、 マーク、アイが登場。ワールドオブタンクスイギリス抽選者コメットとして登場。ありがとうございます。